はい、皆さんこんにちは。さあ、今回はですね、こちら新型カローラツーリング W/B FF 試乗させていただきたいと思います。前回ですね、 E4 を試乗させていただきましたけれども、やっぱり E4 を乗ったならば FF も乗っとかなきゃいかんだろうということでね、急遽ですね、 FF も試乗させていただきたいと思います。で、今回のね、1日試乗シリーズはですね、前回試乗させていただいた、新型カローラツーリング E4 と比較しながらね、お届けしていきたいと思うのと、あとは新型プリウスの FF とね、走りの印象の違いであったりっていうところもお伝えしながら、お届けしていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければなと思います。で、このね、1日試乗シリーズはですね、ちょっと高速に乗ってここまで来るんですけれども、道中ちょっと今日はですね、渋滞にはまってしまいまして、予定が遅れているっていうことでね、この FF の内外装はですね、ちょっとキャンセルさせていただきたいと思います。ただね、前回 E4 の内外装を撮ってるので、そちらをね、参考にしていただければなと思いますので、すいません、よろしくお願いいたします。で、こちらの新型カローラツーリング W/B の FF のね、車両本体価格はですね、皆さんいくらだと思いますか？こちらはですね、なんと285万円でございます。いや、非常にですね、お手頃になっているなという、そんな印象ですよね。昨今やっぱりね、車両本体価格がどんどん上がってきているので、この新型カローラツーリングの上位グレードで285万円というのは非常にお買い得感があるなという、そんな印象でございます。そしてこちらのね、車両に含まれているオプションなんですけれども、オプション関係が約40万円分入っているんですけれども、そのオプションを入れた車両価格でもですね、325万6450円という車両価格になっておりますので、いや、やっぱね、このぐらいの金額がね、嬉しいですよね。ほんとね、このぐらいの金額が嬉しいなと思います。これだったら、乗り出し価格として、だいたい350万前後で乗り出せるんじゃないかなという、そんな感じですね。いや、ほんとね、値段は魅力的ですね。はい。で、前回の E4 の内装は、ホワイト内装だったんですけれども、こちら FF はですね、ブラックの内装になっております。どっちがいいかっていうのは、まあ好みはね、ありますけれども、まあブラックの方が、まあ無難に落ち着いているかなっていうところはありますよね。汚れも目立たないし。ただね、白内装も白内装で、あれはね、雰囲気違って良かったです。カローラだけれども、なんか上質なね、雰囲気を感じさせてくれるなっていう、そんな印象もありですね。非常に良かったと思います。それではエンジンをかけていきましょう。どうしてもね、右押しちゃうんですけども、左ですね。はい、ということでね、バッテリー残量があるのでエンジンはかからずに電源が入ったといった形になります。それでは出発していきたいと思います。はい、トヨタ車の場合はドライブに入れると、電動パーキングブレーキが解除されるという仕組みになっております。さあ、今回もですね、前回の、試乗コースと同じコースを走りたいと思います。そして前回の E4 とまた、新型プリウス FF とね、どう違うかっていうところをお届けしていきたいと思います。で、まずね、走り出しての印象ですけれども、前回試乗させていただいた E4 とですね、やっぱりそのね、車のね、軽さが違うなとは感じますね。あの FF の方が、やはりね、軽快な印象はあります。この辺りはね、そう、走り出してまずね、お、違うなと感じたところですね。そして乗り心地はですね、これはね、難しい。あのね、FF でも、かなり乗り心地が良くて、そう、E4 と比較すると、
若干 E4 の方がソフトな印象ですね。なんだけれどもこの FF もね全然悪くないです。人によってはこの FF の方が乗り味好きだなっていう方結構いらっしゃると思う。 E4 はもうちょっとね柔らかい印象があるなっていうところで、ここは結構ね好みが分かれそうだなという、そんなね感じはあります。で、新型プリウスの FF とどうかっていうと、やっぱりね新型プリウスの方が足はね固めだなっていうところですね。あっちの方がね張りはあるなっていう感じなので、この新型カローラツーリングはやっぱり乗り味としてはコンフォートだと思います。いやすごいいいですねいいですねこれは。で次はねブレーキですけれども、ブレーキの印象はどうかっていうと、いやこれねこれね E4 と変わらないね。素晴らしい。非常にダイレクト感があって非常に扱いやすい。新型プリウスの場合はですね FF と E4 だと E4 の方がねブレーキのフィーリングが良かったんですよ。でこのカローラツーリングも同じような傾向にあるのかなと思っていたんですけれども、 E4 と FF ブレーキのねタッチフィールに関してはほぼ変わりないですね。これはいいですね。これはいい。これはいいな。なんかトヨタ車の傾向として E4 の方がなんかブレーキのねタッチフィール良い傾向にあるのかなと思ったんですけれども、まあ、そのあたりはやっぱり車種によって違うのかなという、そんな印象ですねこれ。いやーこれだったらね FF でも良いなというところで、やっぱりねこのあたりはかなり熟成されているなっていうところはあるんでしょうねきっと。素晴らしいと思います。で今回の1日市場ではですね PDA の感度、プロアクティブドライビングアシストの感度は一番強くしてます。でこれまで新型プリウスでは一番弱くして、前回試乗した E4 では、真ん中にしてます。で今回は一番強く最大の状態にしているので、そのあたりのねちょっと PDA の感度の違いっていうのもお伝えしていきたいと思います。ではね左折をしていきますけれども、この車はですね三角窓もねついているので非常にね視界は良いなという、そんな印象ですね。でロードノイズはですね、まあロードノイズはちょっとね結構入ってくるなっていう、そんな印象はあるんですけれども、ロードノイズ入ってくるんだけれども、このロードノイズのおかげでエンジンのオンオフのね、切り替わりっていうのがほぼわからないですね。そうでエンジンがかかる時もですね非常に滑らかなので、そう変なギクシャク感ないし、このロードノイズがあるからこそエンジンの切り替わりが本当にわからないから自然な感じがします。まあこのあたりはなんかこのロードノイズをうまく使っているなっていう、そんな印象もありますよね。これがね結構ロードノイズが静かだと、これまたねエンジン音がね目立っちゃうっていう感じもあると思うので、そうここはねうまくできているなっていうところですね。でこれからね、上り坂での発進になりますけれども、まあ、間違いなくエンジンはかかります。これちょっと下がるのが気になるね今ね、びっくりしちゃった。もうちょっとブレーキを強く踏まないとダメなのか。今ねオートホールドはね使ってないです。でもエンジンかかってもあれですね、変に踏み込まなければ結構静粛性は高いかなという、そんな印象ですね。今エンジンかかってないですけれども、やっぱりこの辺りのね切り替わりはわからないな、わからない。
今 PDA で入って減速支援入ってます。私はブレーキ踏んでないんですけれども、減速支援でどんどん速度がそう落ちているなっていうところで、最後はブレーキは自分で踏むという感じで、この PDA の感度、一番今ね強くしてますけれども、やっぱりねかなり手前からですね減速支援が入ってくれるなっていう、そんな印象があります。うん、ここはね、まあ普通の一般の方だったらちょっと使いにくいレベルになってるかなっていうところで、まあ自分のそのブレーキのね、タイミングに介入してこないレベルっていうのは PDA の弱だな。 PDA の中でも結構早い段階でそう減速のね支援が入ってくるんですけれども、やっぱり弱ぐらいにしないとちょっとね介入は早いかなっていう、そんな印象はあります。で、自分がブレーキ決して遅いっていうわけでは全然ないんですよ。そう、自分のブレーキが遅いっていうわけじゃないんだけど、そう PDA の、感度中以上だとかなり早いタイミングで減速支援が入ってくるというところですね。さあまたね、左折をしましょう。いや、ブレーキのフィーリングはいいですよ。タッチフィールはねかなり良いですね。で、このねカローラツーリング非常にサイズ感もいいですよね。ほんとね、日本の道路を運転する上ではですね、本当に扱いやすいサイズ感ですね。これはこういうところもね難なくスッとね走っていけちゃうっていうところですね。で、やっぱね結構あのこのね新型カローラツーリングはそうね、やっぱりねなかなかエンジンがかからないなっていう、そんな印象ですね。結構 EV で粘ってくれるなっていうところがあるから、そう前回の E4 の試乗の時、途中まで EV 走行比率 100% っていう表示があったんですけれども、今 92% になってますね。ここはやっぱりすごいね。うん、このね新型カローラツーリング、2022年の秋にマイナーチェンジ、されましたけれども、その内容がね非常にすごくて、第5世代のハイブリッド、最新のねハイブリッドシステムであったり、あとはモーターの出力アップで、 FF に関してはリチウムイオンバッテリーの容量アップで、容量がアップしたんだけれども車重は下がってるというね、非常に素晴らしい内容になってます。まさにフルモデルチェンジレベルのね、改良が施されたカローラツーリングというところで、走りのね質感としては、まあ、相当高くなってますよね。うん、これはねすごいものがあります。このカローラツーリングが発売された当初ね、レンタカーで1日試乗しましたけれども、こんなに乗り味良かったかなってね思えるぐらいですから。で、前回ねこの辺りでちょっとね燃費を確認したので、ちょっと確認しましょうか。これは高速含んでの、燃費ですけれども、うわすげえ、わお、高速含んでの燃費ただいま25キロです。リッター25キロで、ちなみに E4 の場合はリッター 21.4 だったと思います。全然違うね。わあ、25はすごいな。25はすごいな。いや、E4 の動画でもお伝えしましたけれども、やっぱり車を買うにあたって、昨今、燃費っていうのは非常に大きなね、購入検討の材料になってると思うんですよ。で、私の家族はね、レボーグの GTEX に乗っているんですけれども、まあ、レボーグとこのね、新型カローラツーリングってやっぱりライバル車になると思うんですよね。で、両者比較している方いると思うんですけど、まあ、レボーグの街乗りだと大体10キロ前後ですよ。
で、高速使っても、まあ、15キロ前後っていうところですよ。で、今、この車、高速使って、街乗りちょっと走って25キロですよ。このやっぱり燃費差は大きいよな、というところ。まあ、走りの動的質感に関しては、レボーグの方が、やっぱりいい場面っていうのは結構ある、ですけれども、トータルバランスですよね。トータルバランス考えると、やっぱカローラツーリングのポテンシャルっていうのは相当高いなというところはありますね。いや、この燃費はすごいわ。びっくり、羨ましいと思えちゃうぐらいの、燃費を出しているなっていうところ。まあ、最終的にトータル燃費また、お伝えしたいと思いますので、その辺ですね、お楽しみにしていただければなと思います。こういうね、段差を降りた時の印象もめちゃくちゃいいです。この辺りは新型プリウスよりいいですね。非常に収まりがいい。で、E4 の場合は、やっぱりリアの、しっとり感っていうのが、この FF よりかはあるなとは思うんですよ。あるなとは思うんだけれども、この FF も全然悪くないですね、ここは。コツコツ来ないし、この辺はね、うまくいなせてるなっていう、そんな感じはあるので。いやー、すごいわ。まあ、レボーグを知っていて、さらに E4 も前回知り、まあ、今回の FF の試乗なので、いやー、すごさっていうのはよくわかりますね。いや、FF でも、この車ね、オプション込みで320万ですよ。約350万で乗り出せると考えたら、これがやっぱり一番コスパいいなって思いますね、これ。すごい。すごいと思うわ、これは。ちなみにちょっと EV モードって試してみようかな。ちょっと今止まっちゃうから後でやろう。この信号を、抜けたら EV モードでちょっと走ってみたいと思います。うん。全然今エンジンかかってないですからね。普通に走り出してんのに。で、前回この辺りで EV 走行率 100% だったんですけど、今回 94% になってますね。じゃあ今度 EV モード行ってみましょうかね。EV、あ、ダメだ。容量不足だって。電池の容量不足で、現在使用できない状況になっているというところですね。容量が不足してくるとエンジンのかかりは速くなるなっていう、そんな感じはあるけれども、バッテリー残量ね、しっかりあれば、今みたいなね、アクセルの踏み加減だったら多分エンジンかかってないですからね。うん、素晴らしいね。もう一回燃費見とこうか。今何だろう。あ、まだ25だ。まだ25キープしてる。これトータル燃費どのぐらいなんだろうな、最終的に。ちょっと楽しみですね。ちなみに新型プリウス FF と E4 の最終燃費は同じでした。22キロだったんですけれども、これどうかっていうところですね。やっぱり 1.8 リッターのハイブリッドシステムの方が、燃費は良い印象があります。まあ、新型プリウスに搭載されていた2リッターのね、ハイブリッドシステムはですね、本当アクセルの踏みに対して、本当リニアにね、動いて、運転の楽しさっていうのをね、感じられましたけれども、1.8 でも本当不足ないです。1.8 でもアクセルをね、踏めばスッと車はね、前に進んでくれるし、そこで力不足感じるかって言ったら、全然感じないので。あ、今、あれだな、歩行者検知してた。そう、感じないので、私はですね、1.8 結構いいなと。いう印象ですね。だからプリウスでも 1.8 だったらどうなんだろうとは思いますね。なんかむしろ 1.8 で十分なんじゃないかって思っちゃいますよね。はい、ということで今回はですね、こちら新型カローラツーリング W by B FF で
街乗り編をお届けいたしました。いや、このね、FF 価格ね、考えるとですね、めちゃくちゃコスパいいですね。いや、すごいいい車。そう、多分、なんか価格以上の乗り味を出しているんじゃないかなと。そう、そう思わせる一台だと思います。で、私個人的に E4 と FF どっちが好きかっていうと、これ悩みます。本当に悩む。あの、新型プリウスの場合は、ブレーキのね、タッチフィールが違ったり、あと車の落ち着き感が違ったので、そう、私が買うならね、E4 かなと思ったんですけれども、このね、カローラツーリングに関しては、すごい悩む。まあ自分のね、趣味を考えるとですね、まあスキーやったり、釣りやったりっていうところがあるので、まあ E4 を選んでおいた方が、まあ間違いはないかなとは思うんですよ。そう、E4 の乗り味も良かったので。ただ、FF の乗り味もかなり良い。かなり良い。そう、ブレーキのね、タッチフィールもほぼ変わらないし、そう、かなり良いので、これはね、どっち買おうかなっていうのは非常に迷う一台だなと思いました。うん。まだね、この、あの、新型カローラツーリング、試乗されたことない方はですね、ぜひ一度ね、乗ってほしいなと思います、これ。それぐらい、走りのレベルは高いので、はい。おすすめできる一台です。で、これからね、私は、またワインディングをね、走っていきたいと思いますので、またワインディングでの、走りの印象をお届けしていきたいと思います。ぜひですね、この新型カローラツーリング1日試乗全シリーズご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお待ちしてまーす。